情報リテラシーの第8回目の授業の映像を始めます。まず今回は6月から7月までかけてやってきた準備段階の内容の最終回になります。予告していた通り E タイピングの練習の方法をお伝えします。これをしっかり練習してもらって、次回8月1日に教室で授業をするときに向けて練習をしてもらいたいという、こういう趣旨の回です。いくつか課題の提出に関して注意点があります。まず前回の7月1日にお願いしていた ebook ライブラリーの登録申請、こちら昨日まで7月7日までというふうに締め切りを設けてたんですが、昨日どうやら通信の環境の不具合によって学内の、インターネットが使えなかったようです。なのでそのせいで提出できなかった人が数名いるようです。なのでこちら、来週の7月14日まで提出の期限を延ばしますので、まだ提出できてない方は必ず火曜日までにやってください。すでに ebook ライブラリー登録手続きやってみたけれどもうまくいってないというような方も何人かいます。このような方ももう一度試してみてください。いいでしょうか。 ebook ライブラリーのページに行ってその申請をする、すると、アクティブメールにメールが届くので、その URL をクリックすることで実際にその登録を完成できる。すると ebook ライブラリーの画面上で、好きな本をですねオンライン上で見れちゃう、家からでも見れるようになっちゃうということでしたね。これができてるかどうか、またできてない方はちょっと確認してもらってやり直してもらうのも一つかと思います。もちろん、やり直した結果を提出する必要はありませんので、各自でああちゃんとできるようになった、よかったよかったと、じゃあ、例えば期末レポートとか、あとは実習の時とかに使おうということで、どんどん各自で使ってもらえれば結構です。まだ何にも出してない人だけ7月14日までに必ず写真をアップするようにしてください。では次にもう一つ、今日やる E タイピング、これについても同じ締め切りにしたいと思います。7月14日8時59分までです。なんでかっていうと、今日やっていくそのタイピング練習というのはやっぱキーボードがないとできないからなんです。ご自宅にパソコン、デスクトップパソコンもノートパソコンもないという人多いみたいですから、でそのような場合はやっぱり大学に行って大学のパソコンを使って実施する必要がありますので、このように少し長めに提出期限を設けているわけです。さて今日はその続き、今後の第2部の予定についてもお話しします。前回予告した通り8月の1日、3日、4日の3日間教室で行うという予定ですね。この最終日に期末レポートを提出するという、結構こう詰めの流れになります。この3日間の最初の授業で今日やっていくタイピング、これの特にブラインドタッチというやつのテスト、あとはキー配置の確認テストをしようかなと思ってます。ちょっとね、状況と時間によってはできないかもしれないんですけども、一応その実施方法に関しても今からお話ししていくので、しっかりやっていきましょう。ではまず最初の内容です。こちら E タイピングと言ってきましたが、これ何かというと別に学内のシステムでもサービスでもなくって、一般にこの無料で公開されているインターネット上のサービスです。まずは皆さん、この E タイピングという言葉およびスペルを覚えておいてください。E-typing というわけですね。これでググってもらったら今画面出しているようなこのページが現れます。今すぐチェックというところがあるので、ここをクリックすると練習画面が始まるわけです。その練習画面こちら、例えば1週間ごとにテーマ変わるんですけれども、今週であればこういうなんかこうなんていうんですかね、こうコミュニケーションのやり方に関する例題が出てきまして、これに関して分かりやすく話そうなんですけども、ローマ字入力でいうとこんなキーを入力しなきゃいけませんよということが表示されまして、最初に打つべきキー、そこで使うべき指が表示されるようになってます。これがこの E タイピングの、このホームページの非常に素晴らしいところなんですね。なのでこれを使って皆さんにどんどん練習をしてほしいというわけです。練習のポイントとしては、この画面でキーの位置を見るようにしてください。何が言いたいかというと、キーボードは見ないでくださいということです。
キーボード見ちゃうとブラインドタッチ、キーボード見ずにタッチするということになりませんよね。この画面でキーの位置を確認する。そしてそれを押す指、人差し指ばっかり使ってる人結構いると思いますけど、絶対ダメです。指定の指を使ってください。ここに出ている W であれば、絶対に左手の薬指です。こんなん人差し指で言ってたら、指の位置がもうバラバラになって、正確にもスピーディーにも入力できませんので、絶対に指定の指を使ってほしいわけです。さて、これを、まあ、どんどんやっていって、スコアが出るので、スコアを各自で伸ばしてほしいわけなんですけれども、その方法を2つご紹介します。まず1つ目、指とキーの位置を体で覚えることです、こんなんやったことないわという人いるかもしれませんけれども、まあ、残念ながらこれ初めて聞く人はこれまでの環境、教育環境が良くなかったんだなと思って、非常に大きなハンデを背負っていると思ってください。初めて聞く人の方が別になんていうか、まあ、悪いことしてるわけじゃないんですけれども、初めて聞く人の方が偉いわけではないです。初めて聞く人は明らかに出遅れております。どういうことかというと、指定の指が決まってるんですね。小指やったらこの部分、薬指やったらこの部分、中指やったらこの部分で、人差し指、左手の人差し指は2列分、右手の人差し指も2列分が守備位置です。これは一番タイピングが確実かつスピーディーに打てる方法として、世界的に認められているやり方です。よくね、私は人差し指の方が早いねとかいう子出てくるんですけど、ほんな競争してみんやって言ったら、これでやってる人に比べて早いはずがないんです。なので、まあ人差し指で頑張るとかアホなこと言わずにですね、ぜひこのやり方で頑張りましょう。でその際のポイント、やりましょうと言われてもね、なかなかできないと思うんで、方法をつかむことが大事です。まず一つ目、先ほど見た W で言うと薬指で打ちましょうというふうになってますが、これキーボードを見ずに W を探すわけですよ。結構ですね、初めてやる人はこう、じゃあ薬指の場所を探さなあかんからって言って、こう上下に動かすんですね。上下に動かすとこんな感じになっちゃいます。ちょっとずれちゃうんです。これ良くないんで、ここに書いているように左斜め上に動かすということを練習して体に叩き込む。で、打った後は斜め上に動いた後なんで、斜め下に戻ってくるということを徹底して練習してください。それからもう一つ、動いた後ですね、こう行って帰ってで元と違う場所に来ちゃう人が多いんです。初めてやる場合、ここです。必ずここに帰ってきてください。左手の場合であれば、F というボタン。パソコンのキーボードには、こう、ちっちゃい突起、チョボがついてますので、このチョボに必ず左手の人差し指を戻す。右手であれば、ここです。J というところに、やっぱりチョボ、小さな突起がついてますので、ここに指を戻すようにしてください。ということは、入力するたびにここに指を置くということです。まあ、実は人差し指を動かすんでなければ、人差し指はここに置いたまま中指とか薬指とか小指を動かすというのが正解です。さっき見てもらった W なんかに関しては、 W 別に人差し指使いませんから、左手の人差し指を F に置いたまま左手の薬指を W に持っていくという、このようにこの指と指を別々に動かすということが必要です。こういうの練習しなきゃできませんからね。各自で時間があるときに練習しましょう。これがこの練習ポイントの一つ目でした。もう一つ、はい、この授業ではブラインドタッチを練習しましょうと言ってますが、やり方としてタオルの使用を推奨しています。タオルというのはここに書かれているように、あのミニタオルです。指がきっちり隠れるぐらい。ハンカチ禁止です。ハンカチだとあのずれたりとかですね、透けたりとかですね、横に短かったりするんで不安定なんでやめましょう。タオルです。バスタオルもやめてほしいです。でかすぎて邪魔なんでというわけです。ミニタオルですね、まあ、手ぬぐいぐらいのサイズって言ったりでしょうか。さてこの写真には間違いがあります。指出てますね。指出てたら指見えてまうやんって話です。これはダメです。
まあ、実はあの私写真撮った時にこれ写真撮った失敗して間違っちゃったんですけど、まあ、ダメな例として思っていてください。指は隠すこと、このようなやり方で練習もしてもらいますし、テストもやりたいと思います。8月1日、まあ、時間と状況が許せばですけれども、皆さんにタオルを持ってきてもらって、こういった状態にこうスタンバイしてもらって、はい、用意どんで5分間測ります。で、まあ、教科書にある例文を使うんですけども、5分間で150文字打てるかどうか試してもらうと。ブラインドタッチやったことない人、できない人からすると150文字はまあ普通は無理です。なので、ある程度は各自で練習しておいてほしいです。はい、そのために今回添付ファイルで困難を、つけておきました。こちらです。先ほど画面で見せた、内容の、ま、あの PDF なんですけれども、他のページもあります。それぞれ活用してください。指がないバージョンです。これ実はそのままこう引き伸ばして印刷すればですね、引き伸ばして印刷すれば、そのままこう指をトコトコトコっとこう当てて、そのなんていうかもう、模擬的な練習ができます。なので、これ、あの、おすすめです。ここのページだけ印刷して、こうやってみるということですね。ちょっと電車の中とか、なんでもいいですけども、キーボードない方、ご自宅でもできると、練習ができるというわけです。あと、キーの位置を覚えなきゃいけないんで、まあ、こういうのを使ってですね、一つ一つのキーどれやったかなと、覚える練習もしたらいいと思います。例えば、指で一箇所押さえて、一箇所、ぐちゅ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 とかで隠して、はい、これ何やったかなみたいな感じです。まあ、周りの人に、出題してもらったりしてもいいでしょう。で、ちょっとした練習問題としてこんなん設けてます。まあ、この空欄部分ですね、パッと埋めれるようにしておきましょう。これ各自で一度はやっといてください。提出はしなくていいですけども、まあ、テストの時にほぼそのまま出す可能性があるので、いいでしょうか。各自で一回は全てやっておいてください。このような問題例が、1枚、2枚とあります。そして3枚目もありますね。いいでしょうか。必ず各自練習しておいてください。ただし、提出は不要ですので、そこは、まあ、なんていうか、提出物は増えないと思ってください。では、まあ、以上のようなキーボード練習やってほしいというわけですが、実際に E タイピングやってみましょう。こちらです。E タイピングと打つと。ちょっと E タイピングっていうページ、大体トップに出てきますから、このページに入ると。するとこのように、なんか、なんですかね、白ひげの、メガネのおじいちゃんが出てきて、なんか、レベルチェックとか書いてくれてます。ここで今すぐチェックを押すというわけでしたね。はい、で各自これを何回もやってみてください。でその最終スコアだけを、写真を撮って提出してもらいたいと思います。提出するのは1回分だけで結構ですけれども、1回ぐらいじゃ全然スピーディーにできないと思いますので、繰り返し練習して、まあ、10回ぐらいやってほしいですね。その結果を提出してもらえればと思います。今1回、なんていうかリアルタイムで、リアルタイム、この映像を撮りながらですね、私やってみます。スペース切り開始。チャレンジなんか変な例文多いんですけどね。こんな感じで、感じで打っていくというわけですね。まあ、タイピングが全然苦手だと全然できないと思います。お、止まって。各自よりは。違いとか多くて、しかも遅かったりすると非常に悪いスコア。皆さん
ただ漫然とやっても意味ないですから、ちゃんと、キーボードを隠してやってみてください。結果出ました。やっぱり若干しょぼいですね。私より上手で早い人というのはたくさんいます。毎年ね。私これレベルで言って A となりました。239点となりましたけど、AA とか S とかいうのを取る方も結構いますから、そこ頑張ってください。これが、D とか E の方。これはね、ちょっと大学生としてやばいです。全然レポートとか書けないやんってレベルになりますので、D と E の方はちょっと、なんとかしてください。もうこれは各自の努力で、なんとかですね、このハンデを乗り越えてもらうしかないなという感じです。D と E はほんまにやばいですので、気をつけてください。あと、私の場合には先ほど言ったように、打ち間違いが多いということで、特に傾向があるわけじゃないんですけども、やっぱり人差し指のミス多いですね。私はね、このうち、M、K、T、N は人差し指ですから、そういった傾向もわかるんで、こういうのを、どんどん対策していくっていう感じです。はい。これを10回やってもらうと。で、自分なりに納得できたところで、写真を撮って、ですね、画面の写真をパシャッと撮って、その写真をアップロード、というような感じです。ちなみにこれミスだけ練習ってできますね。こんなん去年前なかった気がする。やってみましょう。ああ、確かに苦手な。やっぱミスしたやつは配列が苦手なやつですわ。ああ、やっぱりね、もうの方が苦手なやつだもんね。レベルファストということで、今回はスコア304という、ちょっとスコア上がるんですね。これ嬉しいですね。やった甲斐がある感じですね。苦手キー N、やっぱ苦手なんですね。惜しい、あと1文字、コメント出てくるんですね。若干うざいかもしれませんけれども、なかなか、自分の上達度合いが分かるんでよろしいかと思います。はい、こんなんをそのタオルを指に置いてですね、やってください。はい、実演は以上です。では、よいしょ。はい。実際今回やってもらいたいことを紹介して、あとは、来週、8月の予定紹介して終わりになります。また本日の課題、見ての通り、Eタイピングの練習を行ってください。で、スコアの写真を撮って提出するということをお願いします。そしてこれに関しては、8月1日に、その環境と状況、時間が許せば、キー配置のテスト、タイピングソフトのテストを実施しますので、必ずタイピング練習やってくること、そしてそのキー配置の、を覚えること、やってくること、そしてミニタオルを忘れずに持ってくることをお願いします。今日の内容は以上です。8月の内容の紹介もあと2枚やります。まず1枚目、8月の授業の概要、まずどこでやるんですか？基本は政府学者、要するに短大の校舎でやります。道路挟んだ向かい側ですね、観光学部から見れば。その4階にある IT 室というところを使います。一応エレベーターの目の前なんで、エレベーター乗れば間違うことないと思います。エレベーター混んでたら階段で上がるといいと思います。私はいつも混むの嫌なんで階段で上がってる。ただし、ここに書いているように、これはそのコロナの状況を見ながらなんですけれども、複数の部屋に分散する可能性があります。この場合、観光学部と政府とに分かれるという、非常に変わったやり方を取りますので、この場合は別途、どこの部屋に行ってくださいということをお伝えしますので、ユニバから来るアナウンスを見てください。次、持参物。毎年忘れ物が非常に多いです。気をつけてください。ワードの教科書とエクセルの教科書、両方が必要ですね。今はちょっと、いつも顔を写している画面にこの教科書を出しています。こちらですね、ワード2016の教科書と、2016の教科書、この2点が指定教科書なので、忘れずに持ってきてください。これが絶対必須なんですが、他にも必須なものがあります。すべての ID とパスワード、
パソコンにログインする ID とパスワードはもちろんのことですけれども、その他の ID とかパスワードも一緒にしてまとめて持ってるはずですね。ノート類のメモで作ってくださいと言ってるはずです。ですから、その大学でもらったその紙を持ってこいという意味ではないです。自分が分かるメモ類を持ってきてくださいということです。ただし、前も言いましたけれども、人に見せるもんではありませんので、私に見せるとかいうことはないようにしてほしいですし、皆さんの周りのお友達に見せるということもないようにしてください。あくまでも皆さん、社会人として、生活する道を歩み始めてますから、こういうその大学のセキュリティにも関わる、皆さん自身のセキュリティにも関わるような事柄については、気をつけて対応するようにしてください。さて、そしてその他、ミニタオルを忘れないこと、3日間必ず毎回持ってきてください。そして USB の記憶媒体も持ってくるようにしてください。理由は後で述べますが、いろんなワードファイル、Excel ファイル作ってもらいますからね、保存しておいた方がよかろうということです。さて、分散授業を行う場合には、スマホが必要です。別にタブレットでもパソコンでもいいんですけども、スマホが楽だと思います。というのは、Zoom とか YouTube でこの授業の内容を配信するから、それを見ながら各自でパソコン作業してもらう必要があるからですね。スマホでこの授業の内容を聞いて、で、手元のパソコンでそれを実際にやってみるというのが、皆さん的には簡単だと思いますので、スマホは忘れずに。というか、忘れる人はいないかもしれませんけど。ちなみに、ただし、言うの忘れてましたね。IT 室の中では絶対禁止です。というか、授業中スマホなんかもちろん禁止やろって感じがしますよね。基本禁止なんですよ。分散授業の時はしゃあないんで、持っといてくださいねという感じです。イヤホンも同様です。音鳴らしたらうるさいですから、例えば図書室とかでですね、分散授業やる可能性があります。音わーわーなったら、しかも私の声がこうやって喋ってるわけですね。やかましいですから、不愉快な思いはもう与えると思いますから、イヤホンを必ず忘れないようにしてください。ちなみに、コードがあってもなくても、Bluetooth でも何でも構いません。はい。以上がまず 1点目、その授業の概要でした。最後もう1枚だけ確認します。授業の受け方ほか。まず1つ目。政府の IT 室使う場合、いくつか注意しましょう。まず、政府の先生に会うことがあります。短大の先生とか、あとは事務職員の先生とかですね。ちゃんと挨拶しましょう。こんにちは。おはようございます。さようなら。などですね。IT 室は他の学部の学生と共用です。ですので、皆さんが、これ時々本当に見られるんですけども、看護学部の人がなんか退去してやってきて、なんかわーわー喋ってる。ありえません。短大の先生も多分激怒しますし、私も、出ていけというふうに追い出しますので、絶対に騒がないようにしてください。あと、いろんな、この授業時間終わってるのに、いくつもの机や椅子を占拠するということもやめてください。それから飲食物の持ち込み、当たり前ですけど、現金です。部屋の中に持って入らない。もし持ってて、その持ち物として持ってるんであれば、カバンの中に入れておくということです。違反者がいたら即座に、私でもいいです。他の職員でもいいです。で、1階に職員の先生方いますから、伝えてください。他の学部の人のことでもそうですよ。他の学部の人がなんか飯食ってたんやけどとか言ったら、もう即伝えてください。つまみ出しましょう。いいでしょうか。政府の IT 室はみんなの共用物なので、共用部屋なので、こういった点、かなり気をつけてほしいと思います。はい、最後。こちら、分散の時の授業の方法、何やんねんって感じですよね。私もちょっと実際そんなやり方やったことないんで何とも言えないですが、いつも通りユニパの課題提示で、その授業ごと、その次元ごとの課題を周知しますので、いつも通りその授業の時間になったらユニパの課題ページを見てください。さてそこで、Zoom の ID か YouTube の URL を掲載すると思います。Zoom でこう双方向にやり取りするか、YouTube のライブ配信のやり方で、その授業で撮った内容を各自でやってもらうか、そういったやり方です。どっちもね、そのリアルタイムでいくつかの授業に分散しているときにやるっていうのは私、未経験やったことないので、ちょっともたつくかと思いますが、そこはちょっと優しく見守ってください。ただし、なかなかうまくいかなかったことより、からといって皆さんこうざわざわしたりとかですね、なんかおしゃべりしたりとかそういうことはしないようにご注意ください。他の職員の先生とかにも、すべての教室こうちょこちょこ顔出してチェックしてもらいますので、
怒られないように気をつけましょう。そして、カッコ B。学内のサーバーに各自のフォルダが与えられています。1回目の授業で説明します。そこに自分のファイルを保存可能です。が、失う危険が大きいですから、パソコンの中に入れるというよりは、各自の USB 記憶媒体に保存すると思っておきましょう。ただし、これなくす人多いんですね。持って帰るの忘れてたとかですね。すると、レポートの準備とかしてたとしても全部失うことになりますから、非常に、怖いです。できれば名前とか書いておいてほしいですね。そして絶対なくさないようになんかストラップをつけたりとか、キーホルダーつけたりとかして分かりやすいようにしておいてほしいです。そして忘れて帰らないこと、どっかに落としたりしないこと、ご注意ください。この大学では USB なくしても反省文書くとかはなかったと思いますが、これもし会社とか入ったり病院で働き始めたりクリニックで働き始めたりして、もし一つでも何かなくしたら即報告です。で、公的な機関であればそのことが、公的に開示されますね。どこのこの病院の、どこどこの部署の何々という職員が名前が出るかどうかはありませんけども、大事な情報を紛失した、公表されるべきような内容です。そのぐらいこの USB の紛失ということに対しては現在社会の目が非常に厳しくなってますから、皆さんもそういった考え方を今のうちに身につける、そして紛失ということをしないように、徹底した配慮をお願いいたします。はい、今日の映像で説明する内容は以上となります。ハッキングのやり方説明がもでしたけれども、それに関連させていくつか8月の授業の準備やり方等についてご説明しました。今後追ってユニパからの課題掲示や個別の連絡通知メールで具体的なやり方について連絡があるかもしれません。その場合はきっちり確認してそれに従うようにお願いいたします。はい、ではこれで、予備編、準備編、情報リテラシーの前半の映像はすべて終了です。はい、あとは課題の作成に、臨んでください。そして情報の課題が済んだら皆さん期末テストですから、ぜひ期末テストをしっかり頑張ってほしいと思います。では以上です。